バンダイナムコホールディングスサンライズバンダイナムコピクチャーズ株式会社バンダイナムコピクチャーズは日本のアニメ制作会社株式会社サンライズの機能し会社アニメ作品でのテロップ表記は BN ピクチャーズとしており著作権表記では BNP の略称を用いている2015年4月にアニメーション制作会社のサンライズから キッズファミリー層向けを中心とした政作部門の一部を分社し設立した。この分社化は、小回りの利く組織として、企画開発の迅速化を図るとともに、バンダイナムコグループ各社と緊密な連携、特に玩具やグッズ展開など、トイホビー事業との連携強化をするため、BNG が打ち出した施策の一環によるものである。このような設立経緯により、基本的には、 キッズファミリー層向け作品を主軸として制作しているが、サンライズから遺憾された作品のうち、銀魂シリーズ、タイガーバニーシリーズなどいくつかは一般的にハイターゲット向けと認知されている作品もある。設立時は口述するサンライズから遺憾された作品を受け継ぐ形で作品を制作。当初から BNP が制作する作品としては2015年に放送された。 テレビアニメ作品、ブレイブビーツが第一作目。翌2016年10月には、初の深夜帯、アニメ、ドリフェス、も放送開始された。制作スタジオとしては、サンライズ時代からある、東京都練馬区の本社スタジオのほか、2018年8月には、大阪府大阪市小戸川区に大阪スタジオを設立、さらに2019年10月には、スタジオダブから、 事業譲渡を受けたことによる福島県いわき市のいわきスタジオを開設している。ありがとうございます。